島秀也様、伊達なふるさと大賞に移植します。ありがとうございます。一生懸命やります。ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあ最後いきます。そのたちになっていただいろんな場面でこの名刺を渡していただこうと思いまして、札幌ビールの社長さんがですね、伊達市出身だということで、伊達市民皆さんその誇りに思っているところでございます。伊達をもう、まあ、全国に知っていただくような機会になっていただければと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。皆さんこんにちは。この度、伊達市の、伊達なふるさと大使に任命いただきました札幌ビールの社長を務めております高島秀也です。1959年昭和34年に伊達市保原町に、生まれました。我がふるさと伊達市のために、今大きく伊達市は変わろうとしています。もう人の流れが変わります。この伊達市をですね、日本全国のみならず世界に発信していける、そんな役目を負っていると認識しています。頑張ります。どうぞよろしくお願いします。